ロングチャンネル。はい、ノンプチャンネルです。よろしくお願いいたします。はい、外出ね、自粛の折なんですが、皆様どうお過ごしでしょうか。私の方はですね、ちょっとね、外出しないんで、ヒゲの方を伸ばし気味で今日お届けしております。はい、ということで、お見苦しい点は先にお詫び申し上げております。ということで今日はですね、カップ麺シリーズということでやっていきたいと思いますが、特にかさ増しとかはないんですが、ちょっとね、セブンイレブンで見つけちゃったんで、それを今日は食べていこうと思います。はい、ということで今日はこちら、蒙古タンメン中本の焼きそば。ということで、蒙古タンメン中本の、辛うま焼きそばということで、こちらですね、店頭の方にたくさん並んでいたので、買ってみました。ちょっと調べたらね、販売の方は、昨年のちょうど1年前ですね、5月6日に販売をされておりました。ということで私ですね、1年経ってから食べるということになりますが、今日はこちらですね、いただいていきたいと思います。それではまず作っていきます。ロップチャンネル。はい、ということで、湯切りの方をしてまいりました。そしてですね、中の方に粉末スープと液体ソースですね、それと辛マヨ、これついてましたんで、これから混ぜ込んでね、作っていきたいと思います。それではですね、よいしょ、はい、開封。これね、私今日初めて食べるんですけど、火薬の方がね、元からもう混ぜ込まれているようなね、形になっておりました。それでは、早送りね、していきたいと思います。ということで、完成しました。ソースの方もですね、ちょっと赤みがかったようなものが混ざっておりましたし、おマヨの方もですね、かなり辛そうないい色をしております。匂いはですね、普通の、ソース焼きそばのね、いい香りがしております。中本ですね、辛うま焼きそば完成いたしました。そしてやっぱりね、焼きそばなんでね、スープが欲しいということで、スープの方も今日はご用意しました。蒙古タンメン中本の豆腐スープということでですね、今日は蒙古タンメン中本尽くしということで、焼きそばとスープですね、こちら行ってみたいと思います。あ、それでですね、スープの方なんですけども、これね、結構好きで何回か食べてるんですが、中にね、お豆腐がこれ入ってるんですけども、これ最初から入れとくと、混ぜるときにね、ぐちゃぐちゃになるんで、後から入れたらいいかなと思って、まだ取ってあります。なんでね、焼きそば食べてる間にちょうど良くなるだろうということで、これからね、これ入れていきます。最初でもね、こちらね、よくね、混ぜて、とろみのね、ある粉末が結構ね、残っちゃってるんで、よく混ぜてですね、食べると美味しいかなと思います。はい。それではちょっとね、豆腐、入れてきます。これね、フリーズドライなんでしょうね、すごくいい技術ですよね。よし、もう結構中でね、砕けちゃってるんであれなんですが、よいしょ、はい。じゃあ豆腐はね、これから、味がね、しみしみになっていくんじゃないかなと思います。はい、それでは焼きそばの方ですね、いただきたいと思います。いただきます。うん、うまいですね。あ、でも後からね、ピリピリとした感じでやってきますが、以前ね、ペヤングの新激辛、あれを食べた時のような強烈さはそこまではないと思います。ただやっぱりね、唐辛子独特のね、後から来る刺激っていうのがねありますが、まあ、程よい刺激かなというふうに思います。はい、ではスープの方もね、いただいていきたいと思います。
焼きそばをね食べた後なんでしょうかね、あまり刺激が感じられません。あ、でも美味しいです。はい、完食です。ごちそうさまでした。超汗だくになっております。はい、ロップチャンネルということで、今日は、蒙古タンメン中本の、旨辛焼きそば、そして、豆腐スープですね、こちらの方をいただいてきました。ダブル中本ということでね、いただきました。焼きそばですね、これ非常に美味しいです。特に事故もなくいただくことができました。辛さの方はですね、まあそこそこ、まあ耐えられる辛さというか、まあ美味しくいただけるちょうどいい辛さかなというふうに思いました。ただやっぱりですね、勢いよくすすると喉にガッとくるので、まあ、そこだけはね要注意かなというふうに思いました。で、一緒にですねスープの方をいただいたんですが、やっぱり旨味の成分がですね同じような感じなので、先にこっちを食べちゃうとこちらの旨味がですねよくわからなくなるというね、そんな感じでした。まあ食べるときはねちょっと違う毛色のものがいいかなというふうに思いました。いつもねやってるねかさ増しシリーズなんですけども、もしかしたらですねこちらの方ですね、ちょっとシーフードなね感じのテイストがあるともうちょっと美味しいんじゃないかなというふうに思いましたので、もしね機会があればまたちょっとそちらの方もねチャレンジしていきたいなというふうに思います。そしてですね、私最近ですね、ダイエットサプリの HMB をですね飲んでるもんで、かなり代謝が良くてですねものすごいダックダクの汗をかいております。はい、止まりません。非常に今ね代謝が良くなっております。はい、ということで今日は、蒙古タンメン中本の旨辛焼きそば、そして豆腐スープですね、こちらをいただきました。それではまた。チャンネル登録よろしくお願いします。